2015年の口の選ぶ島噴火では、2015年5月29日9時59分、鹿児島県薬島町の口の選ぶ島の噴火において、被害状況及び方面への影響について説明する。平常時の新竹加口、2015年5月29日9時59分、新竹から噴火し、噴煙が火口から約1万メートルの高さまで達した。 向江浜地区で犬の散歩をしていた男性が焼け通し、番屋が峰の避難所に避難した。この噴火で、気象庁は10時7分に噴火警報を発表し、噴火警戒レベルを3から最高レベルの5に引き上げた。気象庁が噴火警報を発表したのは2007年12月1日に噴火警戒レベルが導入されて以来初めてである。 噴火に伴い火砕流が発生。新竹の河口からほぼ全方角に広がり、西側と北西側の向江浜地区では海岸まで到達した。火砕流の速さは最大で時速1 4 0トルと推計された。前田地区方向に送流した火砕流は手前の地形でせき止められ、犠牲者は出なかった。また、最も遠方に達した南西方向に、 送流した、火災流は海上を 1km 程度前進した。島民搬送の救援に使用されたフェリー対応。ありがとうございます。